濃度を痛めつけるダリアサルトゥイコバダリアニコライブナ、サルトゥイコバ白爵夫人は、ロシア帝国の貴族女性で、シリアルキラー。拷問によって100人以上の濃度を殺害し、その犠牲者の多くが女性内し少女だった。サディストだったと思われ、濃度を肉体的に痛めつけることに快楽を見出していた。サルトゥイコバは若くして結婚し、26歳でカフとなった。 夫の死で彼女は豊かな領地を相続し、そこで二人の幼い息子と大勢の農土たちと共に生活していた。領地における唯一人の女主人となったサルトゥイコバは誰にも知られることなく拷問と虐殺を楽しんだ。はじめ、サルトゥイコフ家の領地における死人の続出に対する当局への訴えは全く無視されていた。サルトゥイコバが宮廷の要人たちと 有力なコネクションを持っていたためである。しかし、犠牲者となった、ある女性の親族が、エカチェリーナ2世に嘆願書を送ることに成功した。エカチェリーナは自らを、法を遵守する犠牲者だと、印象づけるため、サルトゥイコバを公的に裁くこととした。1762年に逮捕されたサルトゥイコバは、当局による入念な取り調べのおかげで、 1768年まで6年間もの、間国につながれた。司法参議会は、多くの商人を召喚し、サルトイコバの領地での行状について調べ上げた。公式の発表では、犠牲者は138人であり、そのうちのほぼ全員がサルトイコバに仕える、者たちだった。サルトイコバは138人の女性のを、撲殺、または拷問死させた事実が明るみに出た。 しかし、エカチェリーナ2世は彼女への処罰について決断をためらっていた。1754年以降、ロシア帝国では死刑が廃止されていたのであり、また夫から定位を散脱したばかりの女帝は、貴族階級の指示を保持しておく必要があったのである。1768年、サルトイコバは首に、祈祷を訪問しさせた女と書かれた標識をぶら下げ、 モスクワで1時間だけ晒し台の上に立つ刑に服した。大勢の人々が彼女が晒し台にかけられているのを見物にやってきた。この刑の後、彼女は女子修道院内の地下室で無期刑に服するよう命じられた。ありがとうございます。